ぬかみなみ駅は、北海道手塩群朧延町あざとい間別にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W67。電報略号は沼。1977年のぬかみなみ仮上工場と、周囲約500メートル範囲。左が、稚内方面。カーブの中間にあり、稚内側に、踏切がある。 踏切側に小さく白い屋根の待合室が見える。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在地近辺の地名より、以前は、ぬかなんのあざなが存在したが1959年に、周辺地区とともに、問い間別に統合されている。ロ野ベ町産。地名は、アイヌ語に由来する。同様の地名や、それに類する地名は、道内各地にあるが、これらについて、 山田秀造はどれも語義不明としている。なお、本田三次は当時のぬか南の由来として、原野の冷たい川を意味するぬかなぺを紹介している。短式ホーム一面一線を有する地上駅、開業時からの無人駅、分岐器を持たない防線駅である。ホームは線路の南側に一両分に満たない長さの板張りのものが設置され、 輪っな内方のスロープで駅施設外に連絡している。朧延町4。駅舎はないが、ホームから板敷きの通路を渡った位置に、朧延町が管理する淀川製高所製のプレハブ物置を改造した待合所がある。朧延町4、朧延町1、朧延町2。内部には除雪道具なども格納されている。このほかかつては木造の待合所があったが、 後に消滅している。幌延町では2017年1月現在、地元の利用者は見受けられないとしている。幌延町に牧草地帯となっており、駅から見える範囲にある建物は2017年時点で、住民夫婦が住む一軒のみである。新聞 4? 付近では、手塩川の旧稼働に沿って、幌延町と手塩町の境界が設定されているが、 当駅周辺には加橋されていないため、手塩町方面へ向かう場合、都医間別駅方面への迂回が必要である。前日の通り、当駅の1日平均乗降者数は、2011年から2015年の11月調査日の平均で1人以下となっており、2016年8月下旬、JR 北海道では、ホロノベ町内の3駅を2017年3月の、 ダイヤ改正に合わせて廃止する方針を所在する、幌延町に伝えた、新聞1。しかし、幌延町では、2015年度より、非行駅を観光資源として活用した取り組みを始めた矢先であり、幌延町後、町長の野々村人氏は、北海道新聞社の取材に、廃止の提案は、極めて遺憾で、到底受け入れられないと述べている、新聞1。その後、 町では検討の結果、JR 北海道の経費節減策または費用確保策の全貌が明らかになり、沿線地域の対応の方向性が定まった時点で、総合的に判断することとし、まずは1年間、町が駅の維持管理費用を負担する形で存続させることとし、幌延町に平成29年度一般会計に3駅の維持、 管理費として163万円を計上している、幌延町6、幌延町7。ただし、沿線自治体で、費用負担に対する考え方の足並みが揃っていない、ことから、町では2018年1月時点で、JR 北海道から町への費用負担の請求はなかったとしている、幌延町7。2019年度には再び JR 北海道は、 宗谷本線沿線自治体で構成される宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む29駅を自治体負担で維持管理、または廃止するかを2020年3月までに判断するように求めた新聞後。最終的に、幌延町では当駅について、非協駅等鉄道警視産による町おこしの象徴的存在であり、 民間有志による大規模イベントも開催されていること、幌延ノ町8を理由に自治体維持管理を要望する駅の一つに加え、2021年度以降町による維持管理に移行することとしている幌延ノ町8。その後、2020年12月9日には JR 北海道が当駅を含む18駅を2021年度より地元自治体による 維持管理に移行することを発表しており、JR 北一、翌2021年4月より、ノ戸町による維持管理に移行される予定である、新聞3。2015年12月24日、栃木県在住の鉄道愛好家の男性が、当駅で12月24日を過ごす、というチャレンジ企画を開催し、この男性を含めた道外の愛好家5人、都井間別地区内から2人、 その他道内から3人、幌延町役場からの協力者2人の計12人が、ぬかみなみ駅でクリスマスパーティーを開催した、幌延町9。翌2016年からは、町の全面協力により、早朝クリスマスパーティーぬかみなみとして、継続開催され、12月24日の早朝に、幌延駅方面からの始発列車で駅入りし、クリスマスパーティーを行う形式とされている。 幌ろの町10。なお2020年は新型コロナウイルスの影響によりオンラインにて開催された。幌ろの町では2016年に秘境駅キャラクターコンテストを実施。ぬかみなみ駅のイメージキャラクターとして前述の待合室として利用されている、よどものおき、あぜくらを顔に配した猫のキャラクターであるぬかにゃんが制定されている。幌ろの町11。 北海道旅客鉄道宗谷本線、都井間別駅ぬかみなみ駅上尾ノップ内駅、有信内駅打消し線は、廃駅ぬかみなみ仮上降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。